宴に水を差し寄って、ここからは貴様の悲鳴で盛り上げてもらう。武器の貸し切りを。よい、これで何で、わめいて、わしを楽しませよ。五郎館で見てからずっと気になってた。その背中、忘れるわけない。兄さん、どうして、なぜ董卓と一緒にいるの？人違いだ。よふ、失格だ。朝鮮朝廷に、お前も兵となれ。ここでわしを裏切るか。よかろう。弾薬は貴様のものだ。呂布。騒ぎになる前に去れ。兄さん。俺に構うな。長領、連れて行け。お引き取りを。ちょっと待って。兄さんは弾薬をどうするつもりなの？拙者はただ呂布殿に従うのみ。さあこちらへ。ありがとう。また助けられたね。どうしても確かめたくて。でも、ようやく確信が持てた。
別れも言わずに姿を消した。あの兄を夢中で追い続けたあの背中、どうして短薬に手を伸ばしているのか。知らないことには笑い合った日々は戻ってこない。妖気の闇を切り裂き進むあなたの姿が私に覚悟を決めさせた。たとえ刃を交えることになろうとも、問いただすことができるのは妹たる私だけ。絶対諦めない。意地っ張りなとこだけは兄さんにも負けないから。あいつが生きておったとはな。また共に修行に励める日が戻ればよいが。